南部都市文は南部家の第46代当主。東北銀行非常勤監査役。御用税天皇の団系11世子孫である。第44代当主、南部都市の長男、南部都市秘佐の子として生まれた。父の利休は学習院大学卒業後ラサ工業に入社し、同社も利用課営業部を中心に活動していた。父が創生しまもなく、 ソフリエも死去したため、叔父の南部利明が第45代投手となったが、2009年に、利明が死去したことに伴い南部か、第46代投手となる。2010年には、森岡市において、利文の帰京を祝う会が開かれ、森岡市長、谷藤弘明ほか総勢300人が参加した。その後は、森岡市内のイベントや祭りにも参加し、 東日本大震災の際は被災者の見舞いのため県内を回っている。マイルチャンピオンシップ南部杯では毎年成長である南部杯立ての授与を務めている。2015年に行われた宮古港開港400周年記念行事では半世紀の小族をまとった平成南部藩の市長らと共に参加した。祖父が設立した南部高山代表取締役や有限会社、 オリックスセラミック代表取締役を務める実業家であり、また、岩手日英協会会長、日本ボーイスカウト岩手連盟連盟長、岩手ゴルフクラブ理事長、日本ビリヤード協会東北支部東北ビリヤード連盟会長等、県内の各種団体の要職も務めている。ありがとうございます。